キャラクター、キャラクター、語源、キャラクターは、小説、漫画、映画、アニメ、コンピュータゲームなどのフィクションに登場する人物や、動物など、あるいはそれら登場人物の性格や、性質のこと。また、その特徴を通じて、読者、視聴者、消費者に、一定のイメージを与え、かつ、商品や、企業などに対する誘引効果を高めるものの相対。人間や、 動物のような生物や、生物を模したロボットに限らず、様々な道具、時には、生物の器官、性や元素、さらには、感情や自然、国家など、ありと、あらゆる概念は擬人化とでフォルメを介するとで、キャラクター化されうる。略して、キャラとも言われる。キャラクターの語源である英語の、という語の本来の意味は、特徴、性質であり、元の語源はギリシャ語で、 刻まれた印、記号。その意味での要例として、似た性質を持つ人物が、社会集団に、複数いる状態を、キャラが被ると表現することがある。また、人物を意味する場合も本来は架空の登場人物とは限らず、日本語でも CM キャラクターなどは実在の人物を指す、要例も多い。日本語において、架空の登場人物を指す、 キャラクターという言葉は1950年代にディズニーのアニメーション映画の契約書にあったを空想的キャラクターと訳した際に誕生したとさている。通常は物語を構成するために位置づけされる登場人物のことを指し、物語に関与しない群衆、モブキャラクターや通行人などがキャラクターと呼ばれることは少ない。キャラクターには必要に応じて外見的特徴や 内面的特徴、具体的には、体格、服装、職業、経歴、特技、欠点、口癖などが設定される。広く大衆性を獲得した場合、そのキャラクターは帰属する集団の一般的イメージを再定義する。シャーロック・ホームズなどのいわゆる名探偵から連想される探偵像は、現実の21世紀初頭における探偵とは、 乖離したキャラクター像となる。また、実在した人物を題材にして優れた作品が作られた場合も、実際とは程度の差こそあれ、かけ離れた人物像が広く認識されることもある。例えば、宮本武蔵、または坂本龍馬の一般的イメージは、吉川英治や柴龍太郎の小説作品による影響を色濃く受けている。また、 企業などの放送コマーシャルやポスター媒体の広告モデルとして起用されるタレント、俳優、モデルらのことを商品名、または企業名イメージキャラクターとして紹介される事例もいっ。漫画評論家の伊藤強氏は、その著書、手塚イズデッドにて、図像として描かれて人格のようなものを想起させ、作品を離れて自立化しうるキャラと、それをベースとしてテクストの背後に、 人生や生活を感じさせるものとしてのキャラクターを使い分けている。そして、例えば、ナ,ナは、キャラクターは、立っているがキャラは、弱いというよう、キャラクターとしての強度と、キャラとしての強度は一致しないとしている。ナ,ナの例で言えば、登場人物の一人である八が、たかも現実に、存在するかのように思えるという意味で、キャラターは、立っているが、二重創作などを通じて、 原作と異なる環境でも存在感を発揮するという意味でのキャラの強度は低いと考えられる。このキャラクターとキャラの使い分けはしばしば批評家の東ずまが提示したデータベース消費と絡めて言及される。遠藤辻明によればデータベース消費論でいうところの物語の水準、キャラクターでデータベースの水準がキャラとなる。さらに、 現実世界における疑似的な仮想人格としてのキャラについて論じるときも、伊藤のキャラ、キャラクターの使い分けが要されることがある。優れたキャラクターは高い人気を持ち、ぬいぐるみやフィギュアなどの玩具や、置物、キャラクターの印刷された衣類や、日用品、文房具などの商品によって、キャラクターの出自である作品以上の売り上げがもたらされることも稀ではない。 漫画やテレビなどのキャラクターを商品に印刷したり、企業のイメージアップにテレビ CM に使うなどすると、ライセンス料を払わねばならないためコストは上がるが、企業のイメージアップや、反則有効な手段であるので、キャラクターの作成に力を入れている企業、団体も多い。その他、公共交通機関を運営する会社においても、会社の所有する乗り物でキャラクターを作ったり、 擬人化された動物等に会社の制服を着せる等して、それを関係施設や切符などにプリントしたりして、イメージアップを進めていたりする。首都高の場合は、ミスター ETC、東京急行電鉄、東急の場合は、ノルルン福岡市交通局、福岡市地下鉄の合わせは、地下丸くん、京阪電鉄の場合は、お京阪と呼ばれるイメージキャラクターが存在する。 ミッキーマウスは商業的かつ世界的にも成功したキャラクターの一つであり、多くのキャラクター商品が販売されている。ゲームの隠しキャラクターだったウミニンのように羊の作品の知名度は大してなかったものの、商品化によって人気を獲得する例もある。また、ハローキティ、バービー、モンチッチのように商品であることを目的としたキャラクターも多く考案されていて、 それらの中にはもともと背景となる物語が存在しないものもある。70年代以前はキャラクターを使った商品展開の対象は主に子供たちであったが東京ディズニーランドのオープン以降は大人たちへも広がっていき80年代にはロボットアニメブームにより大人もゾとした商品展開が増え始めた。近年ではアニメなどの流行によりその対象は 広い世代に拡大しつつある。例えば銀行で既存キャラクターを統一的に使用し、預金者に大使グッズをプレゼントしたり、キャッシュカードや通帳に描くことでそのキャラクターのファンに顧客になってもらおうとする方法を博取られている三菱 UFJ 銀行におけるディズニーキャラクター、横浜銀行におけるトムとジェリーなど、また近年ではアニメファンなどを対象とし、 キャラクターを用いた商品展開も挙げられる埼玉県久喜市、旧和志宮町、札手市におけるラキスタを起用した町おこし、秋田県宇ご町における西又青いキャラ企業商品など、日本においてキャラクターを使った商品展開は深く浸透しているが、一方で以下のような批判や問題もある。キャラクターデータバンクの調べによると、1995年以後の 日本のキャラクターの小売市場、推定の過去最高は1999年の2兆700億円で、あり、過去最低は2012年の1兆5340億円で、ある。バンダイキャラクター研究所、現、キャラ県が2000年に行った調査によると、小学生から60歳代までの日本人のうち、何らかのキャラクター商品を所有している人の割合は83.9%。 また好きなキャラクターがあると回答した人の割合は87.0%に達する。日本の著作権法上、キャラクターの性格には著作権を認めていない。キャラクターは漫画、アニメ、小説等の具体的表現から消化した登場人物の人格とも言うべき、抽象的概念であり、具体的表現そのものではなく、著作物ではないとの判断による、 漫画に登場するキャラクターの場合、絵が著作物として保護される場合があるが、キャラクターの性格自体は保護されない。最高裁は、ポパイネクタイ事件判決でこの立場に従い、ポパイのキャラクターは、ポパイの登場する連載漫画から独立した著作物ではない、第1回公表漫画の著作権の保護期間が満了したためポイの絵の著作権も消滅と判事した。 団体、商品、サイ事などの認知度を高める手段として、マスコットキャラクターがよく用いられる。略して、キャラクターとも呼ばれる。詳細は、マスコットの子を参照のこと。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。